オポーチカの紋章、オポーチカは、ロシア北西部のプスコフ州南部にある町。ベリーカや川沿いの町で、下流の州トップスコフは北へ 130km の位置にある。人口は2002年全ロシア国勢調査で13,964人。鉄道は通っていないが、サンクトペテルブルクからネベリを結びベラルーシ、ウクライナへ至る高速道路、M20 が走る。オポーチカは、 プスコフ公国の年代記の1414 14年の上に初出する。プスコフ公国はこの年、1406年にリトアニア大公ビータウタスが取り出を築いた場所に南部国境の新たな守りとなるオポーチカの要塞を建てた。1426年にはリトアニア軍、1427年にはドイツ騎士団の行為を受け、16世紀後半のリボニア戦争では、 ロシアの重兵隊ストレリツィが拠点を構えた。18世紀にはロシア帝国がバルト海へ進出し、オポーチカは国境の町としての重要性を失った。1777年にはエカチェリーナ2世による改革で死の地位を与えられ、18世紀から19世紀にかけてプスコフ県における最大級の工芸、交易の町となり大きな死が立った。 第二次世界大戦では、オポーチカは、ドイツ軍に1941年7月8日に、占領され、1944年7月15日に、赤軍の反攻で奪回、解放された。現在のオポーチカには15世紀の要塞の土壁、18世紀、半ばの監獄や、政府建物など、19世紀半ばの商家や、倉庫などの街並みが残る。近郊には、 ロシア宮廷のためのタペストリーカーペット工場があった。主な産業は、建材、食品、繊維など。ありがとうございます。